ICA-7000 は、最低限イオンクロマトグラフを扱う場合に守らないといけない規則である、JIS-K0127 イオンクロマトグラフィー通則に準拠した装置です。ICA-7000 の構成を紹介いたします。装置下部には、容理液を送液するポンプ部と、脱気装置部、 装置中央には高温装部。高温装の中は分離カラム、サプレッサー、電気伝導率検出セルを収納できます。また、高温装の扉部分には、資料導入部が取り付けられるようになっております。表示パネル操作パネネルル操作 サプレッサーを使用する場合の再生液を送液するための除去液ポンプユニットを組み込むことができます。ICA-7000 の標準構成は、表示パネル、操作パネル、高温相部、送液ポンプ、2チャンネル脱気装置です。この標準構成にポンプユニット、 電気伝導率検出セル、資料導入部を増設ができ、幅広い分析ニーズにお応えできます。例えば、陽イオン、陰イ,イオンを同時に分析できるイオンクロマト装置の構築をはじめ、サプレッサー法による測定、また、周辺機器でありますオートサンプラによる多検体自動測定などがあります。 サプレッサー法とノンサプレッサー法の両方に対応しております送液ポンプユニット、脱気装置ユニットについて説明します装置下部にある送液ポンプユニット、脱気装置ユニットは本体に組み込むことができます ICA7000 本体との接続は、パネルコネクタ方式を採用しました これにより、本体へ組み込む場合は、従来、手間がかかった背面部からの接続作業が不要になりました。前面の配管と固定するビスを外していただければ、本体からの取り付け、取り外しが容易に行うことができ、現場でのメンテナンス、増設作業の負担が軽減されます。送液ポンプの動作方式は、 リニア駆動式です。リニア駆動式は、モーター軸とプランジャーが同軸上で動作する方式です。プランジャーシールの中心をプランジャーが通ることができ、プランジャーの上下方向にブレがなく、プランジャーシールの消耗を軽減できます。同軸上で動作させることで、ワンストロークを長くできるため、 吸引・吐出量を多くすることができますこの構造により、ポンプにエアーが絡んだ場合でもそれを完全に押し出すことができ、より安定した送液を実現できますそれぞれのヘッドに対してモーターが付いているため独立制御することで、より安定した脈流の少ない送液を行うことができます 従来タイプのカム駆動式はカムを使ってプランジャーを動作する構造になります。ICA7000 ではリニア駆動式を採用しました。より安定した層液での測定を実現します。続きまして、高温層について説明します。 ケミカルサプレッサー、飼料導入部を収納できます。カラムは本体高温層内から引き出せるよう引き出し可能なトレイにおいて収納できます。ケミカルサプレッサーは高温層の上部に取り付けます。電気伝導率検出セルは最大2個収納できます。内部には 液漏れセンサーを搭載しておりますので高温層内部での液漏れを瞬時に検知しパソコン画面・温帯表示部に警告が出ます扉センサーを搭載しており閉め忘れた場合にはパソコン上にメッセージを表示し閉め忘れによる音調トラブルを防止できます電気伝導率検出について ICA7000 は、2チャンネル電気電動率回路を標準搭載しており、電気電動率検出セルを2個組み込むことができます。従来品と同じく、二重音調方式で電気電動率検出セルを高音層に組み込み、さらに単独で温度コントロールをすることで、より安定したベースライン上での測定が行えます。測定範囲は 0から512ミリジーメンスパーメートルで従来と同様です測定レンジは高感度レンジとして ×0.1 を追加し0から0.512ミリジーメンスパーメートルの範囲で測定が行えます画面のクロマトグラフの通り高感度測定が可能になるだけでなく ピークを鮮明に描かせることができるためより安定した検出が行えるというメリットがあります高感度レンジはサプレッサーを使用したときに用います温度設定は従来は30から45度まででしたが高温条件下の測定に対応した50度設定を追加しましたまた従来通りのアナログ出力 ゼロから1ボルトインテグレータ出力を装備しておりますアナログ入力、接点入出力機能について ICA7000 は従来通りアナログ入力回路を2チャンネル分標準装備しています当社の急行コード検出器や電気化学検出器、他社製検出器のデータを取り込んで データ解析できますメインユニットに組み込めない検出器のデータもパソコンで解析できます接点入出力機能は、接点信号により外部機器との連動が行える機能を装備しております外部バルブを組み合わせた簡単なシステムの構築が可能です表示パネル・操作パネルについて 測定条件では、送液ポンプ流量設定、イソクラティック用理、グラジエント用理が設定できます。電気電動率検出器の設定では、電気電動率判断機能により、違う用理液を流してしまった場合にメッセージを表示します。また、セル温度、レスポンス、 ウォームアップ時間の延長の設定ができます。高温層、温度設定、タイマー機能は従来24時間以内での設定でしたが、曜日ごとに時間を設定できます。エラー表示は履歴を残すことができます。イソクラティック用理、グラジエント用理について説明します。 イソククラティッ料理は、単一の料理液を一つのポンプで一定の流量で挿液する方法です。グラジエント料理は、複数のポンプを使用して、料理液組成を変化させながら、料理させる方法です。グラジエント料理のメリットを説明します。 イソクラティック分離で5成分の波形を簡単に描いたものです。洋室の速いフロントに出てくる3成分は、ピークがシャープで、ある程度分離もできている状態。後ろの2成分は、完全分離はしていますが、ピークが広がった状態です。後ろのピークを含めて、早く分離させたいときには、イソクラティック用理の場合、 用理液濃度を濃くすることで全体を早く押し出しますしかしその場合は後ろのピークはシャープに出ますがフロントの3成分のピークの分離も近接してしまいます全体的に分離が良くない状態では全体の分離のバランスを考えてグラジエント揚離を行うことでフロント部分の分離は維持しつつ 後ろの広がったピークの溶出を早めることによって、全体のピークをシャープに出すことができます。分離と溶出時間を改善できる機能が、グラジエント用理になります。続きまして、ICA7000 用のパソコンソフトウェアについて説明します。左が分析機器の情報、右がモニター画面になり、 最大3チャンネル対応です上のメニューボタンでモニター画面、解析画面、検量線作成画面などを切り替えることができます,続きますイオンクロマトグラフ ICA7000 は広範囲な分析ニーズにお答えしてまいります